で、さっきの世の中が変わるか変わらないかだったじゃないですか。うん、それ主観じゃないじゃないですか。うん、もう今電話は家で配線つながないとつながらないものを持ち運びできたらどうだろうみたいな。そして世の中はこういうふうに変わっていくんじゃないのかみたいな。いいかもしれないみたいな。うん、ってなるから、それはあんまり主観、いいかもしれないと思うのは主観ですけど、今の携帯で世の中が変わるか変わらないかは別に5歳の時の N 座と今の N 座がやったところで別に変わらないわけじゃないですか。うん、だからそこですね。まず一つこう、なんかありそうだぞと。主観と客観ですね。だそれが4つみんなあったとして、2個主観、2個客観とかだとバランスがもしかしたら取れてるかもしれないし、うん、全部客観とかだと、なんか政治みたいな。世のため、人のための人。まあ、そうであるべきかどうか分かんないんですよ。そうであるべきかどうか今日は議論したらもうすげえ時間が5時間とかかかっちゃうんで、しませんけど。だただこう、それこそ客観的に今の4つをこうやってちょっとああやって考えてみてですね、なんか主観的なことの4つだったかと。そうですね、まさに主観でも、でそう、なんその軸全く考えてなかったですね。だから客観的な軸があるんだよってことに気づいてない可能性すらある4つだったんですよ。全部4つ客観的だった。これ大事なことは今私が言ったのと同じで、他の人の軸を観察するってことだと思うんですよ。で、観察したときに、あれ俺と同じじゃんみたいな、全部。うんうん、なったらそれほど、なんて言うんだろう、そこに分析することないんですよ。うん、あれ男ってチンコ生えてんじゃんみたいな。うんうん、でも見てみたら、あれ生えてる男と生えてない男がいるみたいなのとか、生えてる場所が違うとか、うん、これは研究対象だと思うんですけど、うん、大体同じ場所に同じようなものがついてたら、うん、あまり別にまあそんなもんだよねみたいな、うん、男ってヒゲ生えるよねみたいな感じになるわけですよ。でもそれがあまりにも違った場合、あれってなるわけじゃないですか。うん、あれなんかみんな同じだと違うみたいな。でそれがそういうのを考える軸があまりにもみんな個性的なんだとしたら、研究対象にはなりますよ。でもその話で言うと、まあ僕がその経験してきたそのプロの世界って、うん、つまるところその90分の中の1秒のその自分のポジショニング対しての体の動かし方、じゃないですね、ポジショニングに対しての状況判断で、周りをどう客観視して、で自分がどう体を動かせるかっていう要素だと思うんですよね。うん、それの高回転で、まあ、ピッチに違いを埋めるっていう人が出てると思ってるんですよ。うん、そう考えると主観的な要素全くないっていう。うん、まだフォワードとかは主観的な要素あると思いますけどね。まあ内面にはあるかもしれないですけど、まあ確かにここがめんどくせえなと思って行かねえとかやったらもう試合には出れないですか。うん、そうですね。それを例えば N 座が試合に出ると出す場合は問題です。そうそう、今の4つを常にやってるんでって、苦しい気で行かなくちゃってちょっとめんどくさいやろ。出さないです。でも本当になんかこう、この間のサウジアラビア戦じゃないですけど、ああいう状況でいける人間ってやっぱりそこが本当に強い人なのかなっていう。うん、やっぱりなんか欠けるんでしょうね。あとチーム戦はね、場があるからね。まあ6万人のアウェーですからね。うん、で、なんだっけ、これ考え方面白い。オリンピックのね、酸欠だってね、すげえ気合い入れてるとか言ってる割にみんなあんま気合い入れて動いてるのは我々には見えなかったですよ、感じたし。でもクックは超客観的ですよね、僕からすると。でもね、ちょっと、でも主観的なものは、だから客観的って言ったって、それ決めてるの主観的なわけじゃないですか。例えば100個のその軸があった中で、私が4つ選ぶとするじゃないですか。うん、でそれが客観的なのを4つ選んだとしても、他にも客観的なやついたわけですよ、96個の中に。でもそれ選んだのは自分なので、結局は主観的なんですよ。まあ、確かに。だからその主観から逃れられないんですけども。けども、なんかもう元から主観的な軸もあるよね、今、N 座が選んでるみたいな。だからそれをなんで選んだのかっていう方のが、私としては興味どころなんですよ。うん。それが個性なの。
あとはその結果を出そうと思ったのにそれを選んで、それが全然そのコスパが悪いものだったとき、なんでチミはそれを選んじゃったのかなという問題が出るんですよ。うん、だからなんつうんだろう、京都に早く行かなくちゃいけないと思ったのに、選んだ乗り物がローラースルー55みたいな、うん、スケボーで行こうと思ってますみたいな、うん、なんでチミは急いでんのにスケボーで行こうと思っちゃったかなみたいな、スケボーが好きだからです。これちょっと変なんですよ。だけど、いやもうスケボーで初の東京から京都に行くという、成功者になりたいんですって初めからその人が言ってんだったらまた違います。それで新幹線乗っちゃったら、なんでチミはスケボーでチャレンジしたのに新幹線乗っちゃったかな。いやーなんか楽だと思ってみたいな、なんか意味わかんない。それ新幹線の中でスケボー乗って行ったところで、チミは東京から京都からスケボーに行ったって褒めたたえられないからねみたいな。でも東京から行ってるしみたいな、グリーン車でスケボーに乗ってればそれで記録達成だと思いましてみたいな、おえってでもそういうことが多いわけです、うん、実は、うん、そんな感じです。今日10分長いの、あもうなりました、さっきすいません聞いちゃいました、おえーもう全然ごめんなさい、全然すいません、もう僕がシェアした時点でもう残り2分ぐらいです。うん、ということでね、今日ね、ちょっと、面白いといえば面白いお話でございました。だから皆さんもね、その、選択している軸、まあ、4つなのか何個なのかは、それは別に決まってないんですけど、ぜひね、ちょっと、自分の場合はこうかなって出してもらって、ここからがうだるんです。だから、皆さんもね、この棚卸しとかね、この、自分の軸との対話というか、うん、ぜひおすすめしたいところですね、これ。おすすめしたいですね。おすすめしたいです、これ。仲間大募集中なんで。うん、で仲間大募集中ですか、ね、私も。4人目のね、これ、12次元殺法カルテットに、ね、なってくる人を止めてください。完璧です。まあ、今日はそんな感じにしておこうかな。ええ。じゃあ、また次回火曜日ですね。まあ、次回からね、新シリーズというかね、ちょっとね、違う項目に行く可能性があります。行く可能性がありますね。行く可能性が、あ、てか、同じ握りしめ克服シリーズですけど、ちょっと今日は課題とか宿題はね、ぜひ今の N 沢のやってみようねというところで、フィニッシュ。そうだ。はい。だからね、ちょっとね、補足授業というのもやるかもしれません。あ、補足授業。はい。まあ、とりあえずは今回はこういう。はい。おさべんメインはこれ。了解です。では。ではね。また来週。また来週。いや。わしわしわ。